フォード・モンデオ、モンデオ、モンデオは、フォードが1993年から生産、販売している乗用車であり、ボディタイプは4ドアセダン、5ドアハッチバック、ステーションワゴンがある。初代の生産は欧州工場であったが、2代目からアジアの工場でも生産されている。フォード・シエラの後継者として60億ドルの費用をかけて開発され、 1993年に発売された。1994年度のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。日本では1994年6月にセダンとステーションワゴンの発売を開始した。当時国産車では多くの車種がオプションだった。エアバッグや ABS を標準装備し、セダンの 1.8LX は200万円を切った車両価格が話題になった。 また新聞では、日本のフォルクスワーゲンゴルフは、なぜ高いかという比較広告も話題になった。その後2 5ー v 型6、気筒エンジン搭載モデルや、ディーゼルエンジン搭載モデルや、スポーティモデルの GT も日本に投入されたが、この2 5ー v 6エンジンは 2543cc であり、日本の税制上では 2500cc 超から3000。 CC 以下扱いとなるため日本市場での競争力という点ではフルであった。また、イギリスでは BTCC 英国ツーリングカー選手権にも参戦していた。1996年にはマイナーチェンジが施され、フロントマスク及びリアデザインが大幅に変更されている。一見しただけでは同じ車とは思えないほどのデザイン変更であるが、 これは当時フォードが進めていたオーバルデザインコンセプトに基づいたものである。またデビュー当初にそのデザインがあまりにも没個性的とあるという一部からの批判があったことも一因と言われている。欧州ではクーペモデルはなかったが北米ではこのプラットフォームを利用したモデルとしてマーキュリー・クーガーが発売された。北米ではフロントマスクや C ピラーからトランクエンドまでのデザインを変更した上で、コントゥア及びマーキュリーミスティークという2つのモデルとして生産していたが、サイズの割に車両価格がトーラスとさほど違わないため失敗し、三代目は北米市場に導入されなかった。2000年のパリサロンで欧州デビューし、翌2001年5月に日本で発売された。 ジャガー X タイプとは、姉妹車の関係にある。フォードフォーカスで培われた、操縦性、安全性、そして、人間工学面でのノウハウが反映されていた。デザインもフォーカスに通じるエッジの効いたものを採用しており、スコーピオンが消滅したことに伴う車格のアップと、共に、ヨーロ、フォードの最上級モデルとなっている。サイズアップが図られたことにより、 仙台で問題点の一つとされていた鉱石の居住性が大きく改善され、全体的な品質も大きく向上している。2005年にマイナーチェンジを実施し、バンパーやグリル、テールレンズなどが小変更されている。ヨーロッパを中心に多くの自動車ジャーナリズムの賞を獲得したが、2001年度のヨーロッパカーオブザイヤーでは、アルファロメオ147に点差で辞典に終わった。 イギリス仕様の CM では、トムとジェリー・テイルズのキャラを使用。日本へは2001年4月より販売が開始された。仙台同様ハッチバックは導入されていない。2.5リッター V6 エンジンは、仙台と違い 2494cc であるため、日本市場における自動車税額での競争力の不利、取り除かれた。2005年3月31日には、 v 6 d o h c 3リッターエンジンと6速、MT を搭載したスポーツモデルモンデオ ST220 が20代限定で発売され2006年6月1日にはカタログモデルとなった ST220 は最終的には53台のみ国内登録されたこの3台目は欧州に加え中国重慶台湾ベトナムと生産拠点が増えたなお 台湾仕様はメトロスターの名で販売されたがフロント部分が大幅に変更され高級感が増している2005年にフランクフルトモーターショーにてデザインコンセプトモデルであるイオシスを発表2006年パリモーターショーにてプロトタイプが発表され2007年5月より販売が開始されたプラットフォームはボルボが開発したユクドプラットフォームを使用しサイズは 先代よりもさらに拡大されている。外観はフォードの新しいデザインテーマであるフォードキネティックデザインを採用し先代から大幅にイメージを変えた。ボディタイプは先代同様に4度アセダン、5度アハッチバック、ステーションワゴンが用意される。サイズは MK4 とほぼ同じであるがワンフォードプログラムのもとこの台より北米仕様であるフュージョンとはボディを共用する姉妹車に なった。主要販売国は、欧州各国、中国、韓国、韓国の場合、2015年3月に、フュージョンからスイッチしての販売である。なお、フュージョンには、未設定のコドアハッチバックとワゴン、エステートもしくはアラーも引き続き投入される。東大では、さらなるエンジンの大幅なダウンサイジングが図られ、ガソリンエンジンには 1.0L、1.5L、1.6L、 2.0L の4種のエコブースト、ターボエンジンが用意されるが、1.0L のみ直列、3気筒。中国市場は 1.5L のみ、シリンダーヘッドと一体化された、エキゾーストマニホールドで、コンパクト、軽量化を達成。一方、ディーゼルエンジンには 1.5L と 2.0L の2種の、トドシーが用意される。韓国市場は 2.0L のみ。フュージョンに用意されるハイブリッドは、 各国使用共通で設定されない。2013年9月のフランクフルトモーターショーでは、ビニャーレとのコラボレーションも発表され、2015年にも発売する予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。